フットボールファンの皆さん、お待たせいたしました。東京ヴェルディ1969対アルビレックス新潟、本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。現地の気候ですが、気温は25度、湿度が 47%、 よく晴れました。そして気温がかなり高くなっていますが、この辺は選手にとってはどうなんでしょうか。そうですね、もしかするとね、人によっては体力消耗するのが早くなるかもしれませんから、その辺は心配ですね。さあ、選手入場です。そしてピッチの臨場感を伝えてくれるのはフローラン・ダバディさんです。ダバディさん、どうぞよろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。内田、ディフェンダーとしてプレーします。さあ、まもなくキックオフです。さあ、試合が始まりました。右サイドへ一旦戻します。左へ出した。さあ、競っていく。左に送って、おっと、うまいですね。シルビーン、詰め寄られました。シルビーン、左にさばいて、あっと、これはこれオフサイドか。なるほど、旗が上がっています。これをカット、壁を使います。前半の15分が過ぎました。ああ、いいカットですね。頭でプレッシャーをかけます。叩きます。ディエゴ、パス出るか。藤田、一人で抜き去る。フォローしたのは千葉。ディフェンス必死に守ります。これはコーナーキック。ここは得点したいところです。ヘッドだ、入った、入った、ゴール。素晴らしい。前半25分です。ヴェルディ、まずは先制ゴールを挙げました。復帰、セットプレーから決めてきた。最初のコーナーキックをものにしていますね。しかしね、最初からバッチリ合いましたね。画面ではリプレイをご覧いただいています。あと来たぞ。ベルギー、先制ゴールを決め1点をもぎ取っています。いや、しかしね、これで相手のモチベーションも上がりますからね。まだ分かりませんよ。しかし、よくボールも回せていますね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。そうですね。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。ちょっと奪われがちですよね。これを決められない。アルビレックス、いい攻撃を見せました。いやー、いいボール入れましたよね。アルビレックス、現在1点差を追っています。今はリードされている状態ですが、だんだんとこううまく攻めてきてはいませんか。そうですね、失点するまでは崩されるシーンはありましたけど、今はそれほど守備陣が崩れたりとかうまくいかない状況ではないと思うんですよね。少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、はい、よくパスコース読み切って動いた方がいいでしょうね。さあ、リプレイです。微妙なタイミングでした。激しいチェックが続きます。また奪った。
通りません。カビラさん、はい、ダボディさん、どうぞ。ロスタイム4分あります。今知らせがありました。ロスタイム4分です。結構止まってましたね。競り合った、繋いでエジミウス、笛が鳴りました。前半終了です。さあ北澤さん、何でしょう。ベルギー前半に先制して折り返しました。そうですね、本当にいい雰囲気で折り返せると思いますね。なるほど。後半どういう試合展開になりますでしょうか。前半戦を終わりまして、その差は1点、ベルギー1点リードで折り返します。さあ後半がスタートしています。短くつなぎます。パスをつないでいく、坂本、シルビーニ、チオタンダ、アルビレックス。さあここまで押し上げてきました。右へ回す、チオタンダ、必要なチェック、プレッシャーを与えます。このセットプレーはベルディーボールになります。二人がかりのマーク、右へ、右を使ってきた、右サイド、一人で上がります。ドリブルで上がっていく。さあチャンスになる、富澤、体で止めます。コーナーキックへと変わります。アルビレックスチャンスです。いいディフェンスだ。ディエゴ詰め寄られました。さあ行けるか。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。ベルディとしてはいい守りを見せたと思いますよ。カビラさん、どうぞ。ダバディさん、アウェー側ですけど動きそうですね。誰かアップを始めています。なるほど、そうですか。一旦戻します。大事なところ、さあここに出てきたぞ。読まれた。ここからナナミ、強い、服部、今のはファールです。時計は後半の30分を過ぎています。菅原、ナナミ、ベルビーボールキープしています。競り合います。ここで笛です。フリーキックになります。ミドルで来る、これは惜しい。若干力入りすぎましたけど、長い距離でも十分に狙ってこれるということでしょうね。ここで選手の交代が告げられます。リードしていますからね、このまま逃げ切ろうっていうことですかね。なるほど。少し出して、おっと、オフサイドですね。やや飛び出しすぎたようです。ヘッドで競り合います。小さく回します。キープします。いいプレーですね。そして内田、右へ出した。まだコースを探しています。細かいボールの奪い合い、ここは阻まれました。ここで終了の笛が鳴りました。ベルディ1対0で勝利、踏ん張りました。本日の試合について一言いただけますか。ベルディとしてはここぞという時に相手を自由にさせなかったのがポイントでしたよね。それによく動けてましたからね。チームの調子も悪くなさそうでしたしね。そうですよね。さてそれではざっと今日の印象に残る場面を思い返してみましょう。前半25分、
復帰、コーナーキックでマークが外れたところから見事に合わせ得点しました。さらに少しだけ今日の試合データを見てみましょう。ヴェルビー、シュート数でも上回っていますね。そうですね、特に後半に入ってからそういった場面多かったですしね。試合を終えてみますと結果は1対0、ヴェルビー勝利をものにしています。さあ、そろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお伝えしてまいりました。ごきげんよう、さようなら。